見てください。絵面強すぎんか。ヴィンテージのものもあるし、現行のものも結構集めるのにマジで時間がかかりました。ルイスにここまで缶バッジとかカスタムする人ってなかなかまあいないんじゃないかな。あ、これ持ってるだけできついわ。後ろはねもう最強です。ご視聴いただきありがとうございます。どうもこんにちは、しんせいです。今回なんですけども見てください、絵面強すぎんか。多分僕が今まで投稿してきた動画の中で過去一絵面が強い革ジャンたちが、揃ってるかなと思うんですけども、まあロッカーズ仕様というか自分でまあカスタムしたものもあったりとか、カスタムライダースがちょうど7着あるので、まあキリがいいなというところもあって、一回ね、まとめてちょっとご紹介したいと思います。まだ見てない方もいらっしゃると思いますし、こんな革ジャンあるんだよっていうところでカスタムの参考にされるのもいいと思いますし、ぜひともですね、楽しんでいただけたらと思います。それでは行ってみましょう。はい、というところで今回はですね、カスタムライダース、まあ、ロッカーズですねのものをご紹介したいと思います。ちなみに、今回僕着てるやつね、ブラックミーンズとワコマリアのコラボですけども、まあ、これに関しては、まあ、普通に見えるじゃないですか。だけど後ろロッカーズではなくフッカーズ、この文字たまらないですよね。ミスフィッツのね、まあ、こういう革ジャンも持ってたりするんですが、今回メインはこちらです。で、まあ、それぞれ、1着ずつ動画でご紹介してるので、まだ見てなくて、今回の動画見て、あ、この革ジャンもうちょっと詳しく知りたいなっていう方がいらっしゃったら、ぜひとも、見ていただけたらと思うんですけども、まあ、それぞれちょっと、見ながら比較していくとまた面白いのかなと思います。はい、というところで、まあ、どれから、紹介すればいいんだろうって話なんですけど、ヴィンテージのものもあるし、現行のものもあります。まずは初めて買った、ヴィンテージのロッカーズスタイルのもの、はい、こちらです。こちらはマスコットの革ジャンになるんですけども、おそらく60年代から70年代頃の、ヴィンテージの革ジャンになるかと思います。当時ルイスレザーズと同じ工場で作られていたと言われているんですけども、この革ジャンね、初めて買った時に魅了されました。他のね、ちょっとこれがヤバすぎるんだけど、他の革ジャンに比べると全然まだまだ物足りないというか感じはあるんですけど、ただリアルにね、実際着るんだったらこのぐらいの革ジャンが一番いいのかなと、はい、思ってます。で、例えばですけども、まあ、アームの部分トライアンフ、こっちもトライアンフです。で、それぞれワッペンを囲むようにスタッツが打ち込まれているのが、まあ、ロッカーズのカスタムの、まあ、基本というか。で、こっちが BSA ですね。はい、かっこいい、まあ、いわゆるめちゃめちゃシンプルな、ものになります。で、着てみるとだいぶシンプル、まあ、サイズ感的にもちょうどよくて、まあ、他の革ジャンと比べるとね、だいぶおとなしいものになりますけども、まあこういう感じで、はい、まあ、チラッとね、ここが見えるっていう感じですね。このワッペンがやっぱりなんだろう、差し色的な感じで効いてるなっていうのと、ここもねスタッツが打ってあったり、まあ、ここのポケットの箇所にもスタッツが打ってあったりするぐらいで、まあ、ちょうどいい塩梅ですね。だからロッカーズに憧れてちょっと自分で作ってみたいなっていう方は、まずはこのぐらいの、ロッカーズ仕様のものを作ってみるのがいいんじゃないかなと思うんですけど、まあ、これだったらリアルに着れそうな感じがあるんじゃないかなと。大体ロッカーズのこういうカスタムをしてあるものってシープスキン、基本的には羊側のものが多いのかなと。話すとね、いろいろと長くなるんでちょっと端折りますけども、まあ、こういうねフロントジップを隠すようなデザインになっていたりとかするのもマスコットの特徴の一つでもあります。まあ、ルイスでもたまにね、昔のものを見るとそういうデザインがあるんですけども、一番シンプルなものから紹介していって、最後にめちゃめちゃいかついのっていう感じで紹介していこうかな。次にご紹介するのがこちらです。はい、デュラブル。デュラブルはマーロンブランドが、着ていたっていうところで、まあ、めちゃめちゃ有名な革ジャンですけども、見えにくいけどタグもねしっかりあります。で、これホースハイドですのものなんで、まあ、シープスキンに比べるとめちゃめちゃ打つのが大変だったんですけども、このスタッツとか、エポーレットのところであったりとか全部自分で打ちました。めちゃめちゃ大変だった。人生で2着目のカスタムライダースがこれだったはずで、一応ね後ろに、はい、ちょっと見えにくいけど、ワイルドワンって書いてあります。くすんだようなスタッツを使っているのでちょっとヴィンテージ感も出て、かっこいいのかなと。まあ、こういうところの、
スタッツもねちょっとねずれてたりするんだけどかっこいいのかなっていうところと、あとはアメジャンで、まあ、僕ねバドワイザー大好きなんで、このバドワイザーの缶バッジをつけちゃったりしてます。あとはまあちょっとしたところなんですけども、このアームの部分、ここにですねカスタム、はい、これも自分で、まあ全部自分なんですけど、はい、やっていました。ちょっとねこじんまりとしたものにはなるんですけども、アメジャンでなかなかねここまでカスタムするものってあんま見ないんですよね、まあ、もちろん、ヴィンテージのものとか、まあ、たまに現行品でもありますけども、ちょっとやりすぎてる感がある、珍しいのかなと。でここにね、地味にドクロが、はい、配置されていたりします。まあデュラブルといえばね、やっぱりヴィンテージ好きの方とか、まあ、アメジャン好きな方はまず憧れるブランドかなと。でデュラブルの特徴といえばね、このアームのねジップの長さであったりとか、まあ、他にもいっぱいあるんですけども、ウエストベルトのねここもねスタッツ打っていたりするんで大変でした正直あとはねどういうデザインにしようかなっていうのがすごく時間がかかって、それが一番時間かかったんじゃないかな。ただ全体的にちょっとヴィンテージ感のあるスタッツを使ってるので、まあ、デュラブルの雰囲気にも合ってるというか、まあ、そういったところも気に入っているポイントではあります。まあ、こっからね僕のなんだろう、ロッカーズ魂に火がつくというか、革ジャンにスタッツ打ちたいみたいな欲になってきました、はい。まあ、これも結構思い出の一着ですね。多分これを作る前まではナノユニバースの、中古のライダースであったりとか、まあ、そういった、まあ、いわゆるね言っちゃなんですけども安い安価な革ジャンにスタッツとか、ワッペンとか打って練習してたんですけど、高級品の、革ジャンで、まあ、スタッツ打ったりとか自分で施すのはこれが初めてでした。だから、まあ、そういった意味でもかなり思い出があるし、めちゃめちゃ緊張した記憶がある。開けた時にあーこれやっちまったっていうミスをしたんですよ、どこか忘れちゃったけど。でそっからもうどうでもいいやってなって、そっからねなんだろう、変にスイッチが入っちゃって秒打ちすぎたかなっていうところもあったりするんだけど、これぐらいだったらまだ切れるかなと、はい。まあ結構ねこのエポレットのところとかは、まあ、特徴的だし、まあ、これ着てね友達と飲んでると、そのスタッツいいねみたいな感じで結構褒めてもらうことがあります。はい、はい、次にシンプルなやつって何なんだろうな。こっからねちょっと派手ゾーンに入ってくるんですけど、はい、まだ大丈夫かなっていうのがこのシュプリームのものになります。シュプリームとショットのコラボになってて、で後ろがねかっこいいんですよ。こういうフリンジがついてて、でここにね、はい、レザーワークが施されてますけども、これかなりね気に入っていて、でまあ特徴としてはまあここでしょ、フロントのところで、これ全部ねピンズで後ろにめっちゃブワーって止めてるんですよ。ちょっと裏を見るとねくっそ気持ち悪くて、集合体恐怖症の方は、まあ、見ないでいただきたいんですけど、全部自分で配置も考えて打ちました。まあ、なんといってもね全部シュプリームのピンズなんですよ。だからこれ集めるだけで相当お金かかったうん、あんま値段は言わない方がいいのかな。まあ、普通に余裕でね数万円は超えるんじゃないかなっていうぐらい、結構集めるのにマジで時間がかかりました。ただ自分としては、まあ、こういうのをやってみたかったっていうところがあって、まあ、一応ねここにもね、はい、あります。で配置も結構いろいろ考えたんですけど、こだわりとしてはスクエア型のものであったりとか、まあ、メッセージ性が強いこういう文字のものであったりとか、そういうのはもう全部襟に、上襟につけてます。でキャラクターものとかはこっちの襟につけてるんだけど、もうパンパンなんでこの後どうしよう問題はあります。だけどねこれ着てみると、まあ、割とまだシンプルなんじゃないかなと思うんですけど、あとはこれよく見ると僕の大好きな言葉の文字がね、はい、ありますけども、でこれもシュプリームです。実はシュプリームはワッペンを発売していたことがあるので、まあ、それをね一応持ってました僕は。でなんで持ってたかというと、これを作るためなんですよ。だからようやくね夢が実現したなっていうところがあるんですけども、ちゃんとショットとのコラボだから革質もねやっぱいいです。じゃちょっとこれも着てみましょうか。こういう革ジャンを買うたびに妻からね、白い目で見られる。はい、で着てみるとこういう感じです。まあ、割となんならね意外と女子受け良かったりするんだよね。女の子とかに結構それいいじゃんって、可愛いって言ってもらうことがあります。まあ、しかもシュプリームのピンズってそれぞれねなんかなんだろうな、特徴的だから、かなりそこもまた面白いところで僕好きなポイントなんですけど、まあ、後ろもかっこいいですからねこのフリンジ。
こういうフリンジがついた70年代っぽいライダースにここまでカスタムするってあんま見たことないんで、逆にやってみたくて。シュプリームは毎年ねピンズを発売してるから、多分どん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 こう増えていくんだよね。だからこの上の襟もね全部ギッシギシにしたいってのがあるんで、まだねこれは成長過程の革ジャンになってます。でまあシュプリームといえばね、やっぱこういう手錠とかもありますけども、まああのいろんなね小物のアクセサリーも毎年出してるんで、それもね毎年一応買うようにはしてます。普通にこれで売ったら売れそうだし、シュプリーム出してそうだけどな、こういうの。次ー、あーもう全部やべえんだよな。後のものは全部やばいんだけど、いやこっちかな。これは最近動画に出しましたけども、ルイスレザーズです。でルイスなんだけども、すごいよね、ルイスにここまで、缶バッジとかカスタムする人ってなかなかまあいないんじゃないかな。たまにインスタで拝見することはあるんですけど、で前紹介したルイスレザーのカスタム動画、この子のね紹介動画あるんですけども、そっからねちょっと成長させました。いろいろ缶バッジの配置変えたりとかして、あとはクロマニオンズのものをちょっと取ってブルーハーツのものを多めにしました。だから希少性で言うとこっちの方があるかなと思うんですけども、かなり珍しい缶バッジもいっぱいあります。はい、新入荷の缶バッジも実はいるんですね。まあこれ来てねライブとか行きたいんだけど、さすがになんだろう、恥ずかしい。この革ジャンね着るたびにね缶バッジが落ちたりするんだけど、まあまだまだなんだろう、ちょっと感覚麻痺してきてんな。まだそんな派手じゃないじゃんって思っちゃってる自分がいちゃってるんだけど、で追加したところ、あと言うとこのワッペンのところをね追加しました。で初っ端はねスタッツだけ打ったものになってて、まあそれが結構ねあまりやりすぎていなくて上品で気品があって、まあ、それが一番かっこよかったんだけど、ただこれやりたかったんだよね。やっぱね僕クロマニオンズ大好きで、で今年もクロマニオンズのライブあるので、まあ、それ絶対行きたいなと思ってるんですけども、あ今年っていうか来年か。いやーけどこれ来てライブ行ったらもう一発でわいって分かっちゃうからな、ちょっと恥ずかしい。まあ家で鑑賞する時にも、いいのかなと思うんですけど、でこれ作ってね実は1ヶ月経ってるんですけど、意外とねこれ着てます。このアームの経年変化とか見てもらったら分かると思うんですけど、うちのね妻もねだいぶこれに慣れちゃって、あ今日もそれねみたいな、そんな感じです。で一応ここにもね、ワッペンがあります。これはクロマニオンズ時代のものになってて、こっちの腰のところのワッペンに関してはハイローズの時代のものになってます。あとはブルーハーツ時代のワッペンがあるんで、それもあったらねこっち側につけたいんだけど、まあなかなか手に入らないんで、もし、持ってる方いたら譲ってください。だけどさっきのね今まで紹介したものに比べて、まあ、何が違うかっていうと、決定的な違いは缶バッジの数の多さなんだけど、僕これ作って思ったのは僕のやりたかったことだし、まあ、全体的にはある意味まとまってんのかなと思っていいとは思うんだけど、ただねやっぱ缶バッジってちょっと安っぽいんだよね。ピンズとかはねいいんすけど、缶バッジってなると途端に安っぽくなるから、まあ、そこがね、やりすぎたらいけないんだろうなっていう、まあ、勉強にもなりました。であとは後ろなんもないんで、ここにブルーハーツであったりとかクロマニオンズのキャラクターですけども、この子をね、後ろにペイントで描いてもっと仕上げていきたいと思います。まあ、それはまだまだ先の動画になるかなと思います。はい、そしたら次もねなかなか、どぎついですけども、まあ、割とシンプル、フロントはね割とシンプルなんだけども、後ろがやべんのよ。はい、ヴィンセント、イエイイエイ、ヴィンセント、僕のね憧れのバイクですよ。いつかヴィンセント乗りてえなってずっとね思ってるんだけど、ただ買えないんじゃないかなと思うけどね。59クラブって書いてありますね、かっこいい。これも着ていきますか。これもね、ヴィンテージのものになってて、マスコット、はい、のものになってます。今日毎回ね僕のこの撮影部屋に来て、この革ジャンたち飾ってるんですけど、毎回見るたびテンションが上がるのよね。それが一番大事だと思うんだよ。はい、着てみるとこういう感じで、サイズがジャスト、いやマジでねヴィンテージの、しかもこういうカスタムされてたロッカーズスタイルのものがジャストだった時のテンションの上げ具合やばいんですけど、はい、秒打ってあるんですけど、正直ね言うと甘い打ち方が、だからね結構ほつれてたりするんだよね。ただここやばくない、ヴィンセントのピンバッジ、これだけで酒飲める。でまあエポーレットのところね、
スタッツが2つ打ってあるのも、まあ、これも結構珍しい。だいたい1つだけで、まあ、ショット風の、ワンスターですね、いわゆるぽい感じにするんですけど、あえて2つしてるのも、うん、いいかなって思います。これもかっこいいね。こういうねワッペンもあったりとか、まあ、左右にあります。で、これねやばいよね、ヴィンセントのワッペン、シップ色合いも最高じゃない？はい。で、ちゃっかりね缶バッジがあります。ここにフロントは本当にシンプルなんだけど、後ろですよ、後ろのヴィンセント、これバイク好きの人多分ねビビッとくる、一品かなと思うんですけども、まあ、本当にマスコットのデザインってね、こういうスタッツとか、打ってあったりとか、まあ、カスタムされたやつがマジで多いんですよ。だからすごくね、探してます。マスコットはロッカーズのヴィンテージが欲しいっていう方はおすすめです。まあ、そんなね高騰してないんで、まだ、ただ、まあ、いろんな古着高騰してますけど、もっと高騰していいと思うんだけどね。いやけどこのペイントがさマジでかっこよくて、これ見習ってちょっとね、自分でペイントしてみたいなって思う一品です。まあ、ただね、この次の革ジャンからもうロッカーズが止まらないっていう感じになってくるんで、ちょっと、ご紹介したいと思います。で次に派手なやつがこれですね。でこれおそらくパキジャンで、まあ、一応ヴィンテージではあるんですけども、そんな古くないと思います。でこのアームのところやばいよね。各英国社のワッペンが、ありますし、ノートン、はい、などなど、はい、ワッペンがあります。で地味にねここペイントちょっと削れてるんですけどあります。で多分これねロッカーズに憧れた人が作った、革ジャンだと思います。こっちもかっこいいね、ロイヤルエンフィールド、最近復刻したバイクですけども、まあ、トライアンフがあったりとか BSM もありますし、かっこいい。で後ろやばくない？ノートンって書いてあって、まあ、これは何なんですかね。まあ、ドクロなのは分かるんだけど、一応ここにロッカーズって書いてあります。これもこれでまた味があるというか面白いんで、ちょっとこれも着てみたいと思います。これねちょっとサイズがちっちゃいんですよ。それが残念なんだけど、まあ、前閉めなければ普通に着れるんだけど、革質がねいかんせんクソカッチカチだし、もう着た感じねこの革、安っぽいっていうのが分かるんですけど、ただねこのカスタムよ、大事なのは。前はねちょっと締めることができないんですけども、ただねこういうカスタムであったりとかは、まあ、本当にいろいろと参考になる、結構気に入ってます。これは飾っとくだけで絵になる。まあ、ロッカーズの、カスタム仕様の革ジャンのいいところってそこなんですよね。なんか絵みたいなもんでテンションぶち上げ案件、まあ、これ着てバイク乗りたいなっていうところもあるんですけど、まあ、全然フロント締めなければ肩幅はねちょうどいいんですけどね。はい、じゃあ次行きますか。ラスト、大鳥。大鳥これやばいよ、これ。はい、こちらもマスコット、またマスコットかよっていう話なんですけども、これもフロントもねアームもやばくて、で後ろもやばい、もう合格です。はい、もう最強です、一言で最強です。これ作るのにさどんだけ時間かかったんですかっていう話だし、これを作った人にテーマ聞きたいっすもん。テーマと作業時間を聞きたい。やっぱね、まあ、ご紹介しましたけど自分で作ったカスタムもあるじゃないですか。だからこそ分かるんだけど、この革ジャンの凄さ、どんだけかかったか、多分1週間じゃ無理だと思うし、っていうか普通に手が死ぬと思う。でたまにねヴィンテージのものであるんですけど、これねなんかシールみたいな感じなんですよ。シールを革ジャンに貼ってるの面白くないですか。でまあピンズがあったりとかもして、ワッペンもねフロント部分にあります。あ、これ持ってるだけできついわ。で、一応ね左右対称にですねワッペンがあったりするのも、まあ、面白いところでバランスがいいなっていう、細々としたところでピンズであったりとかスタッツ打ってあったりとかするのも、まあ、面白い。あとエポーレットのところもちゃんと打ってあるし、まあ、アームっすよね。アームやばくない？でこの矢印がね行き、この矢印のアイディアマジでパクりたいっす。でそれぞれワッペンの間にですね、スターが、はい、ついています。これやばいでしょ。このアイデアマジでノーベル賞。はい、両方に矢印があります。ワッペンの間にスターがあります。後ろはねもう最強です。はい、満員電車とか乗ったらやばいよね、
めちゃめちゃ嫌がられそう。逆にこれで満員電車乗ったら意外とスペース空いて快適かもしれない。トライトンのワッペンですね。トライトンのワッペンってかなり希少なんですよ。だから羨ましいなと。ちゃんとねスタッツでも、はい、トライトンを作ってます。どんだけトライトン好きなんだよって話なんですけど、あとはこのワッペン僕欲しいんだよね。あんまないんですよこういうでかいさヴィンテージのワッペン。だから今探してるんですけど、で逆にこういうちっちゃいねワッペンも、このねちょうどいいバランスというか使いこなしてますよね、このスペースを。で、はい、ここにねロントンって書いてありますね。最強すぎる、ありがとうございますって感じです。ただ全体的に見てなんだろうな、スタッツの打ち方が甘すぎるんだよね。だからちょっと、なくなってるスタッツがあったりとか、もうおじいちゃんの墓よっていうぐらいちょっとボロボロしてるというか、いつ取れてもおかしくないような秒があるんで、ちょっとそこはね修正が必要かなと思うんですけど、最後にこれ着てみたいと思います。はい、着てみたらこういう感じになります。まあ、ちょっと前は閉まるんですけど、かなりパツるんでちょっと前は閉めずに、アームねやばくない、こう流れるような、やっぱこの矢印効いてるよね。バイク乗った時とかめちゃめちゃかっこよさそう。かっこよすぎでしょ。いやー痺れるね。これね普通になんだろうな、飾っておくだけで絵になるし、360度どこ見てもかっこいいからさ、惚れ惚れする。ただこれ着てるとねマジで街中で見られます。もうね注目を浴びたいならこれぐらいやるのがいいかなと。はいはい、ということで見ていきましたけどいかがでしょうか。まあ、それぞれね個性があるというか面白いかなと、うん。まあ、せっかく、7個集まったんで、まあ、今回ご紹介してみましたけど、この7つがね並ぶとめちゃめちゃ、まあ、面白いというか、まあ、革ジャン好きとしてはロッカーズ好きとしてはたまらない空間にね、うん、なってくれました。まあ、7つ今揃ったんで、おそらく、ロッカーズスタイルのシェンロンが出てくるんじゃないかなと思ってるんですけども、まあなんか願い事叶えてもらいたいなって思ってはいるんですが、やっぱ現行品で自分でね、こうやって作っていくのも、面白いですし、ただまだまだ僕は作ってそんなね何十年も経ったとかいう経験者ではないので、まあまだまだなんだ改善の余地があるというか、もっとこうした方がいい、ああした方がいいとかあると思うんですけど、ただまあやってみないとね、数をこなしていろいろと、まあ、カスタムしていって秒ジャンというかロッカーズスタイルというかをもっと極めていきたいなと、はい、思ってるんですけども、まあ、どれが一番好きかっていうとめちゃめちゃ難しいんだよな。どれも気に入ってるから、皆さんはこの7つの中だったらどの革ジャンが好きでしょうか。ぜひともコメントで教えていただけたらと思います。でも自分で作ったやつってそれぞれさ、まあ、やりすぎたどうこうはあったにせよ、やっぱ思い入れってすごいありますから、まあ、言うなれば自分の子供に優劣つけれますかっていう話と一緒なんですよね。もうみんな可愛いから、もうこうずつけがたい。で、まあ今回の動画に関しては、それこそカスタム、今後してみたいなとか、自分でやってみたいなっていう方にとっては、すごく参考になる動画かなと思います。それぞれいろんなジャンルがあるし、またやりすぎたものからちょっとだけやってみたっていう、ロッカーズスタイルまでいろいろあったと思うんで、ぜひともですね、参考にしていただいて、できればですね、まあ Amazon で1万円以内で全然全セット揃うので、ぜひともピンズ打ってみたりとか、ワッペン塗ってみたりとかしていただけたらと思います。めちゃめちゃ楽しい世界です。一人でも多くロッカーズスタイルの、好きな方が増えてくれたら嬉しいなと思って、今回の動画は以上にしたいと思います。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。こちらの動画が少しでも面白いなと思っていただけましたら、ぜひともチャンネル登録高評価の方よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。